この辺りで削らんとあかんやろ。おお、なんやなんや、買ったんか。おお、なんや、買ったんか。取るわ。まあそりゃそうやわ。いや緊張すんな、やっぱり。勇気をためたい説もあるんだけどさ、まあ1戦目で負けた方がね気持ちが軽いよね、さすがにね。まあアイドリングです、1戦目は。まあね、そう、1戦目で負け取った方がまだね気持ち的な余裕あるから、まあまあさっきの負けはねちゃんと受け取ろう。それが負けが俺を強くする。そうだ、負けが俺を強くするんだ。なんだ、天地の方かな。そうだね、多分。さあ何、はいはい、ナイトウィッチ合ってるね。これは、アークデーモン。逆にアークデーモンを勇者パーティーで選んでもよかったかも、今はなさらながら思ったけど。新イオナズンに変わるっていう関係上、アークデーモン勇者で選ぶ説あるな。その方がいいのかもな。あー、またか、これやだな。何、誰行く。オッケー、早い。もうちょっとか、もうちょっと待っていいね。くそ、ライノは合ってる。でもキーン、ここ4玉出してくぞ。うん、誰、オッケー、ドラゴン来たか。ドラゴン、オッケーオッケーオッケー、大丈夫大丈夫だ。オッケー、デンデニオもいる、ちゃんといるね。今回はパーティーちゃんとしてる。だから BAB の AAA でいい、それでいい、それでいい、合ってる。あ、え、誰か動けてない、やべ、それは考慮してない。でもスターライトやってんね。会心ですよ、オッケーオッケー、それはでかい、それはでかいよ。きらめく星の連続攻撃、ちゃんと4弾出さないと。さっき早いね、多分相手の攻撃。どうなんだろう、さっきより HP は絶対あるからね。うん、 OK、 イオナズンが効く。なんだ、うん、砂嵐、砂煙、いいよいいよ、大丈夫大丈夫、いけてるいけてる。イテハはまあまあまあ、ラッキーと見よう、ラッキーと見よう。つばぜりに勝つことさえできれば、つばぜりに勝てればいいんだけど。オッケー、ダメージ与えてる、ちゃんと着実に。大丈夫やね、当たっとるはず、信じるわ、信じるしかない。でここで勝たないとやばい、これ勝つのが前提だわ。オルゴイメイド、タイル系の魔王だから、本当に。状態異常とかいて、波動で。だから、つばぜりで勝つしかないわ。いや、見聞色よ、マックス来た、マックスだろ、これ絶対。いきます。よしよし、勇気負けはない、勇気負けはない。あ、ミスか、ミスの方がそっち、今のはこの手痛恨切りがキッズと出るか京都出るからな。いやー、勇気あんま貯めれてない説あるよこれ、多分。ちゃんとこれ勇気貯めてるかどうかって言っても、いいえだな、状態上止まってるし。あー、やばい、アークデーモンやった、クソ。いや、これは溜まってない、勇気絶対。
絶対勇気があんまりね、うまいこと言ってないわ。だから5ターン目にイテハした方がいいかもしれない。イテハじゃねえ、ルビスのままにした方がいいかもしんない。順調なんだけど、すごく順調ではあるけど、多分勇気が光玉使ってもたまらないんだよ、このパターンだと。多分光玉使っても多分いけないと思うわ俺。だから5ターン目にルビスして、あの盤石の体勢を整えよう。ここまでは順調だってことは、HP はそんなに危険ではないんだよ、まだ。まだ余力があるってこと。はい。で、今、ミーマみたいに波動で回復したり、止まってたりすると、勇気をためるのは絶望やでね。確実に行こう。火力は足りてるはずなんよ。ただ、怖いのは、凍てつカードを連打で、とどめができないやつ。それが本当に怖いね。ナイトリッチやろこれは。誰が止まってたんやろ状態上。なんだろう。あーこれ天地はもう一番食らう説あるよな。さすがにでもまだ大丈夫でしょ。まだまだ HP2000 ぐらいは余裕あるほども、多分 HP あと2000ぐらいはあると思うよ。さすがにまだあるでしょ。電電流どうだろうな。テールアタック OK。 さあどうだ HP は。いや怖い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 、ここ怖い。ルビスしたらいい。一気に押し切れるかってことは、こっちの HP は向こうより上、向こうより HP が上なんだ。で、あの HP は向こうが瀕死で だけどちょっと怖い。勇気逃げも考えよう。なんだろう、何食らってんだろうこれ。でも耐えてるね。 OK。 あっいけたんだ、ここいけたか。 OK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  よし。あー問題は次だな、マジで次が怖いんだよ。1ターン目は薄めるよ。だからこれでいこう。だからね、2ターン目の大防御をまず選択しないと、変なことにならなければ大丈夫。なんだろう、あーまず動けないか誰か。うわーもう嫌だな、この時点で嫌だね。うわー普通に食らってんな。いやー怖い怖い。 OK。 はい OKOK。 おいいねいいねいいね。あと会心出していきたいね。ダメージレースで勝っていきたい、できれば。どうだろうな。イオナズン弱点は取ってる、弱点は取ってるからダメージはそこそこ出るんだけど、耐久が怖い。このパーティーになっても耐久が怖いわ正直。2ターン目の大防御でどうなるか。大回転早いな。スローインガックスもっと後ろだね。暗黒ゾーン、うん、さあ避けられる。うわー痛いね。で大防御選ぶよ。これだ大防御、これ頼むヤンガス。で叩き伏せるを回避できればでかい。叩き伏せるを回避しないとダメ。ただここで天地邪法とか来ちゃうとダメ。おいおい、そこ避けないとダメだって。ちゃんと当てないと。叩き伏せる来い。なんだどっち。
わあほら、もう叩き伏せる来いよ。叩き伏せるじゃないときついんだって。いやーこれ結構外してるからね。おーい、外しすぎ、外しすぎ。おい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 、叩き伏せる、なん来なかったし。もうい、やきついなこれ。いやきつい、きつい、いくらなんでも。やるしかないよね。4ターン目まで待てないよねあなた。赤までいけた、よし勝つぞ。いきます。未来はつないだ。うお、おい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 、ダメージ耐えてねえぞもはや。ここまで来るとミスか。よし、そこはでか、それででかいよ。ねっきゅなー、勇気あまり貯めれてないからな。でも悪夢の剣が振り下ろされる。どうだろう、串刺しに行け。どうだろう、勇気溜まってんのかな。白熱のバトルです。スペシャルカード発動。勇気貯めてワンチャン削り切ってる説、ワンチャン遠づけんなり行ってみる説、あとは勇気が貯まるかどうか分かんないもん。全然分かんないけど、分かんないよ、分かんないけど勇気貯めてみるわ。勇気貯めてみる、削り切ってると信じるわ。とどめきんないまで勇気削り、とどめ圏内まで気づききってて信じるわ。あと勇気ためてるかどうか。あ、ここでいてはか。それはちょっと握手だったか。俺握手したか。勇気ためたいね。勇気たまんねえよなこれ。このターンに勇気たまるかな。何、え、あ、これ叩き伏せる来てる、叩き伏せる来てる、受けるか。勇気たまれ、勇気たまれ。斧を構えて大回転。勇気たまれ。勇気たまれ。目を開けていられない。勇気たまってないな、きついかこれ。激しい炎を吐き出せ。すごいダメージだ。どう、きた、たまった、いけるか、いってくれたな。でも待って、結構外れたぞ、技結構外れてた。だから分かんない、何かください。何かいける、倒せろ倒せる、俺は絶対倒せる。こんだけうまくいったんだ、こんだけうまくいった。何かガンってなった、何か出てる。頼む行ってくれ、頼む、いけ、うまくいった。
結構負けた。翼レモン買ったし、配信も出てた。削り切ってるって信じたぞ俺は。削り切ってくれ頼む。ここ超えれば大楽だぞ。やったやー